はい、皆さんこんばんは、みなとです。スーパーファミコンファイヤーエンブレム、紋章の謎、暗黒戦争編パート28、やっていきましょう。前回、なんとか、このシスター、ミネルバの妹のマリアを一応救出しまして、で、なぜかマルスに、これだって一目惚れした感じですね、この方はね。で、あとは、ここの、スナイパーアーチャー部隊とアーマーを無視して、で、ちょっと、ごてごてに回ったここの、ソシアルナイトとホースメンの部隊を、今、どうにか対処しようとしてるところですね。とりあえず、全力攻撃で数を減らすという目的で言います。ちょっとね、何人か動かして倒したところですね。さあ、ちょっとね、一応頭の中ではね、いろいろシミュレーションをしたというか、こうしたらなんとか切り抜けられるんじゃないかなっていうのは考えたんで、一応それで、行きましょう。とりあえずね、この方は、手やりで、こいつ、なんとか、当ててくれ。当たってほしい。オッケー。お、レベルアップ。技武器レベル、守備力か。力上がってほしいんだよな、こいつ。力が上がってないんだよなぁ。シーダより非力だからな。で、減ったこいつを、こいつで攻撃したいんだな。まず回復しよう。はい、二個目さんいらっしゃい。こんばんは。技幸運武器レベルだったっけ？そう、なんか、会心でレベルアップしたら、それしか上がらないんだっけ？上がりやすいんだっけか。なんだよね。さあ、で、初見です。はい、初見、三個目さんいらっしゃい。こんばんは。よし。とりあえずこれは OK。ちょっと今ね、ゴテゴテに回った戦闘をなんとかしのごうとしてるところですね。で、こいつを、このオズマのキルソードでちょっと倒したいなっていう。会心出れば倒せるはず。倒せるかなぁ。オッケー、ナイス。あ、技幸運武器レベルしか上がらないな。まあ、これは仕方ない。仕方ない。仕方ない。で、こいつだな、あとは。下のソシアルナイトは、あーってか、こいつがやばいんだな。そうよ、こいつ7でか前に出してるんだよ。こいつ回復したし、あれ？こいつって、9か。あー、この道開けると、レナが狙われる。マリックは耐えれるだろう。耐えれるね。余裕だな。さあ、こいつを鋼で攻撃して。
で、同じく鋼で、で、当たったら倒せるはずなんだ。オッケー、倒したー。なんとかしのげたかな、これで。マリックなら多分死なないはず。うん。で、あとは、こいつを、鋼の槍で、倒せるか？23必要。高速があるから、鉄の槍でもいけるか。いや、鋼の槍でいっとこう。打ち漏らしそう。OK。なんで回心出した。あ、レベルアップしないからいいか。よし、これでなんとかしのげただろう。ということで、こいつらを言わせよう。で、ジュリアンを、こいつが射程9だから、ここまで何っけか。てか、こいつが7あるから、こっから7か。はい、1マス前出したら、いけるな。かな。よし、これで何度かしのいたはずだ。これからボスが降りてこなければ。まマジどこ行くんだ。マリクだわな。返り討にしてやれ。そうなんですよ。なんとかね、レベル10まで前のショーの闘技場で上げてて、それで HP が比較的伸びた感じですかね。こんな感じです。あと、他のリスナーさん曰く、これがちょっと強すぎじゃないって言われてますね。シーダさん。こいつのおかげで勇者に勝てましたよ。シーダはそんなもんだよ。おお、そうなのか。ミネルヴァをこいつ説得しなくていいんかな。あとは、こいつら無視して、ジェネラルだけ倒したいんだけどなぁ。シーダの守備がちょっと高いかな。あ、そうなんだ。あ、10まであるね。確かに高い、ね、結構。他のやつに比べると。さて、誰で、ゴードンか、カシムだなぁ。家臣でこいつ倒して。
で、ボスはゴードンで倒そう。あとは、あ、こもう一歩上がったら、なんかイベント来そうで怖いんだよな。お気に入りキャラとかいる？今ここに出ているメンバー、大半がお気に入りキャラですね、今のところ。一応、こいつらですね、カイン、アベル、シーダ、カシム、オグマ、ナバール、ゴードン、ドガ、テナ、ジュリアン、マリク、ハーディン、マリア。マリアは今仲間になっただけだけど、と、この中で外すとしたらハーディンかなっていう感じですかね。今のところは。お？傭兵も崖登れんのか。マジか。気づいてなかった。まあ、こんなところかな。で、もうちょっとマリアを逃がしたい。お前ほんとどこ行くの？あ、違う、セルじゃない。あれ？あ、こいつもいけんのか。結構崖登れるやつ多いんだなぁ。そりゃあ、右側の崖越えを狙う人が多いわけだ。気づかなかったわ。きっとこいつらもナイトになってたら、崖越えれるんだよ。あ、そういえばお前いたな。すっかり忘れてた、こいつの存在。まあ、いっか。帰っているかな？いらないかな？あ、こいつ守備めっちゃ高え。マジか、そんな高いんか。そっちまちま削る感じかな。
ネールが説得する必要あるかな。しないと仲間ならないかな、やっぱり。あいつ近づいてくるまでちょっと待ってみようか。どこまで近づいてくるか。説得できるならしたいな。おお、来た。あ、お前じゃない。妹なのに。よし、話す。あ、ちょっと待てよ。話す。こいつは移動してこないよなぁ。移動してくるんだとしたら、この宝を諦めなきゃいけないんだけども。攻撃しても、まあいいか。いいや、話せ。はじめまして、マルソ王子、マケドニアのミネルバです。マリアを助けていただき、ありがとうございます。いろんな事情があったとはいえ、今まであなた方に敵対して申し訳ありません。まだ兄のミシェイルはじめ、マケドニアの多くはドルーア帝国に加担しています。しかし彼らは私にとっても父の仇。できれば私の手で倒したいと思っています。ただ、私の部下たち、特に白騎士団のパオラ、カチュア、エストの三姉妹は助けてください。彼女たちは反乱を恐れたドルーア帝国によって私から離されてしまいました。でも私が生きていることを知ればきっと喜んで仲間に加わるでしょう。マケドニアを踏みにじった憎いドルーア帝国。私たちも王子と共に戦わせてください。あ、色この色になるのか。青色だ。で、特に反乱しやがってみたいなイベントは起こんなかった。暇なんで、ね、暇というか特に回避されるかな。崖とど崖の方が回避高いか。お前いじめとけ。は、47しかねえ。そりゃ避けられる。さてこいしようか。高速ないよね、こいつ。ゼロだよね。クソ、頼りない奴らに。この上は、わし自らが相手になってやる。死ね、反乱兵ども。カシムレベル上がりそうだ。はい、バスでいらっしゃい。高速ゼロ。ああ。全員生還できたみたいだな。そうね。今のところ誰も死んではいない。ああ、守備17だからな。鉄の弓じゃ攻撃できないか。2だけ削るか。あ、てか回避される。
めっちゃ回避高いぞ、こいつ。あー、縄文 30% か。なかなか厄介ですね。あ、で、こいつ、あ、こいつで倒そうと思ったら、こいつ倒せないじゃん。こいつ攻撃力足んないよ。じゃあ、司祭倒しに行くか。あとは。手槍で攻撃？当たりそうなの少ないな。くそー、避けられる。30% やっぱでかいな。これマリクでしか当たられ、なれないんじゃないかもしかして。叫んねえ。避けるね。50% くらいしかない。あ、65。あー、ダメか。あ、ここ移動不可か。そうか。支援得た。シーダなら当てれるかな。あんまり回復しなかった。それだけが救いか。どうか左で逃げてください。こいつも避けるな。やったや。そしたら、こいつをちょっとどかしていい。足だ、こいつ。ダメだな、17だから。そもそも攻撃が通らない。そしてこいつも実は、あ、いや、ダメじゃん。あ、ハーディン動かしたけど、あ、こいつもダメだった。てか、本当、攻撃通るやつがマリクくらいしかいないんじゃないか。あと、頑張れば、に与えれるんだな。カシンさん。当てろ。オッケー。あー、で、ハーディもダメだったか。17だもんな。火力不足だな。あ、めっちゃ回復した。あ、なんか使ってきたぞ。お？あれは何？あ、全回復した。マジか、こいつ。こいつふざけんな。
そうか、あれはそういう効果か。これどっち行った方がいい？下行った方が移動できる？あ、ここ柱だから移動できるだけか。まあいいか。とりあえずもう行こう。こいつ厄介やなぁ。思ったより厄介だった。やっただった。自分に使ってくんねえかな。とりあえずこいつ通してからだな。宝は開けないのか？あれは最後に玉座の間を制圧する直前に取る。じゃないとスナイパーに狙われる。次のターンで何とかしとめたいな。なるほどね。そうそう、だからジュリアンはここにね待機させてる。上に行かせれるようにね。当たれ、当たれ、当たれ、当たれ。くそー。あー、位置足りんな。回復するかな。あれ、杖って自分には使えないんだっけ？あ、使えないのか。それはナイスだ。倒せよー、倒せよー。オッケー。よし、じゃあ改めて、こいつ再開するか。また、ちまちまと。カシムって、誰か補正聞くやついねえんかな。シーダが近いと思うけど、シーダじゃ補正聞いてなさそうだしな。サンダーの人なくなりそう。次、レベルアップできそうだけど、力上がってくれるかな。こいつもあと1か。おお、いいね。これって返しやんしたからか。いつものやつしか上がらなかったんだろう。倒してないけど、ダメ？返しに出たら。わからんな。良い感じに削れたな。削れたね。